背筋キのボリカンガルーは、哺乳孔にモンシモクカンガルーかキノボリカンガルー族に分類される有体類。インドネシア、パプアニューギニア体長57.4から62.5センチメートル。尾長64.5から76センチメートル。体重6.7から9.1キログラム。背の中央部に体毛の渦があり、体毛は渦から分かれて前方へ向かう。 胴体背面の毛衣は、暗い紅白色や褐色、赤褐色で、小中線に沿って2本の木褐色や淡褐色の縦縞が入り、和妙の由来になっている。縦縞は、頭部や腰で明瞭。顎や喉の毛衣は白く、覆面や獅子内側の毛衣は、紅褐色や明赤つ色。尾の毛衣は、紅褐色で、暗色斑が入る。 赤きのボリカンガルーの足とする説もある。タウリンに生息する。最終例は標高1200から1500メートルに限られるが、標高680から2865メートルに生息すると考えられている。白明白母性傾向が強いが、人間が多い地域では夜行性傾向が強くなる。植生は植物食で、この葉、果実などを食べる。 繁殖形態は耐性。妊娠期間は3から5週間。1回に1頭の幼獣を生む。幼獣は生後10から12ヶ月は育児脳の中で生活する。生息地では食用とされることもある。開発や採掘による生息地の破壊、食用の狩猟などにより生息数は減少している。ありがとうございます。